大丈夫ですか。はい、じゃあ切り替えます。大丈夫でしょうか。一応その下にちょっと書いてるんですけど。あ、悪いな。ドットネットのリライティングで、ガリッチカ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうレベル2つのセッションが続いて皆さんも多分疲れたと思うので、多分今日唯一の逆ワークとして参加するので、まあ、こんなタイトルですね。あの、まあ、当初はドットネットと AI の話して書いてたんですけど、まあ、ちょっとタイトルを変えて Unity のドットネットを使って機械学習をした結果、Unity ワールドを爆発する話ということで、あの話したいと思います。近年やっぱりその AI っていう騒が世間でかなり騒がれてると思ってて、で、まあ、あのそれをですね、まあ、ビジネスに生かそうって思っている人は結構たくさんいると思うんですね。で、あの、まあ、ここのセッションではですね、まあ、今世間でこういうふうに騒がれている AI って何ができるのかっていうことをちょっとご紹介しようかなって思うんですけど、この中にあのデータサイエンスがお仕事だっていう人はおられます。大丈夫。機械学習をちょっと聞いたとかやったことあるよっていう人。あ、ありがとうございます。今です。ちょっとあの初心者向けの内容になってるかもしれないんで、まあ、みんな知らないのは本当に嬉しいです。で、ですね、AI と CSV には深い関係性があると見出したりみたいなことを書いてるんですけど、まあ、なんかそんなことが分かったりしたんで、そういう話をしていったりとかします。で、最後にですね、これが唯一のレベル600要素なんですけど、ドットネット言語が AI に対応するためにはどうするか、どうしたらいいだろうかっていうのはちょっと自分なりに考えたんで、まあ、その話をしようと思います。まあ、これが唯一のレベル600要素というか、まあ、あまりにすぎて何に使うんだみたいな、そんな話なんで全然難しい話ではないです。はい。で、結論としてはですね、ドットネットファミリー言語で AI やるのはとりあえずやめた方がいいっていうのを最初に結論を出しておくんですけど、まあそんなあのこういう結論に収束していくんで、まあぜひあのそれまでの過程を見ていっていただけたらなと、はい、思います。で、私なんですけど、私の名前はガリッチっていうもので、ですね、浜松市にある静岡大学の今 M2 です。で、一応マイクロソフト MVP で、まあ、あの早くは気づいたらもう4年目なんですけど、あのそろそろ本当にあの1回休もうかなってこう思ってた時があったんですけど、なんかどうやらその私の研究テーマって音声対話システムっていうものなんですね。音声対話システム何かっていうと、いわゆる Siri だったりとか、今話題の Google ホームや Alexa や LINE クローバーみたいな、あのコンピューターに話してお話ができるコンピューターっていうのが私の研究テーマで、まあ、その中に機械学習っていうのはとてもよく使っている、AI と機械学習っていうのはとてもよく使っているんですね。っていうことをちょっといろいろコミュニティで言ってたら、まあ、なんか割とこの話が需要があるっぽくて、まあ、そういう関連でちょっと MVP を続けていこうかなとちょっと今思って、まあ、こういう場に、立たせていただいています。じゃあ、AI とは何かっていう、ことをちょっとまず解説していきたいと思うんですけど、まあ、AI聞いて皆さん思いつくのは多分こういうのが思いつくんじゃないかなと思うんですね。あの、まあ、左上のやつはですね、まあ、先ほど言った Google 翻訳で、これあの、ウィファスって翻訳するとですね、トゥーガードっていう、まあ、このガードっていう、ボーズっていうのはなんかその、なんだっけ、まあ、そのウリっぽいなんか、クラム、あの、やつ、撮ってるんですけど、まあ、ウリファスってそっくり言えるじゃないですか。トゥーじゃないんですよ。これ実はちょっと前まではあのメロントゥーだったんですけど、あのこの間あの Google 翻訳がまあ、アップデートしたのか知らないですけど、まあ、かなりあの精度が良くなって、だんだんやっぱ機械学習も精度が良くなっていってるんだな、精度はいいかもなんですけど、まあ、ちょっと良くなっているんだなっていうのはあります、まあ、あとリンランとかだったりとかしたら、まあ、あのこれ、まあ、昨日僕はあの話したやつをスクショを取っただけなんですけど、まああの私が研究づらいって言ったら、まあ、いい感じにこうあのそれっぽい返しをしてみると、まあ、他にはですね、あの皆さん GA とか使ってると思うんですけど、こうすごいスパムっぽいメールが来た時、あのお得情報とかあのそういうのが来た時って、まあ、大体スパムに割り当てくれたりとかするんだと思うんですけど、まあ、あのそういうスパム判定っていうのもやっぱり AI だったり機械学習っていうものが使われている応用例の一つなんですね。で、まあ、これらに共通することとしては、まあ
まるで人間の考えたことと同じようなことを、まあ、してくれるっていうのが、まあ、その AI っていうものを表す一つの言葉なんじゃないかなっていうふうに今思ってます。でですね、まあ、その AI っていうものをもう少し抽象化して考えてみましょうっていうのが、まあ、この図なんですけど、まあ、AI を、まあ、もう少し抽象化して考えてみると、まあ、そのインプットを入れるとですね、アウトプットを出してくれる謎の箱と考えることができるはずなんですね。で、このインプットを入れると何かアウトプットを出してくれるものを、これ丸々モデルっていうんですけど、まあここにですね、そのリンダちゃんの話を入れるとすると、まあ、こんにちはってこっちが入力したらですね、まあ、それっぽい応答、いい天気ですねってこう返してくれる、まあ、こういうのをいわゆる対話モデルって呼ぶんですけど、まあリンダちゃんをまあ抽象化すると、まあ、こんな感じでこんにちはって入力するといい天気ですねっていう応答がアウトプットとしてこのブラックボックスから返ってくるっていうふうなものになるんですね。まあ、他の例としてはですね、件名を入力するとですね、お得な情報ですみたいな、これ明らかスパムじゃないですか。まあ、そういう明らかスパムっぽい件名を入力すると、こいつはスパムだぞっていうふうにこうアウトプットしてくれる、まあ、このまま件名を入れるとスパムかどうかっていうのをアウトプットしてくれるっていうふうな謎のブラックボックスも、まあ、AI と考えることができるんですね。まあ、こういうのをまあスパム判定モデルというかもしれないんですけど、まあ、そういうふうなモデルとして考えることができると。でですね、ふざけんなそんなに変な俺を作るかみたいな、まあ、分かった人はいると、たくさんいると思うんですけど、まあ、if 文でこう書いちゃえばですね、お得って入ってたら、これスパムでええやんみたいな感じすればですね、まあ、簡単に俺でも AI 作れるじゃんみたいな、まあ、そういう話になると思うんですけど、まあ、これがもしですね、他の、俺今すぐ iTunes カード買ってみたいな、そういう件名が来たときって、お得だけじゃ判定できないじゃないですか。となると、どうするかっていうと、さらに今では iTunes カードだったりとか、まあ、そういう情報をですね、if 分岐として、どんどん追加していくと頑張ってる。でも、そういうことをしていかなきゃいけなくなってくると思うんですけど、まあ、まあ、スパムメールとか日々やっぱ進化していくっていうか、新しい手法が出ていくものであって、まあ、しかも無限にあるので、いちいちルールを書くっていうのは非常に面倒くさいですよね。で、まあ、やっぱりスパムの種類ってとってもたくさんあって、人間が人手で if 文を全て書いていったりとか、まあ、ホワイトリストを書いていてもいいんですけど、まあ、そういうのをやっていくっていうのは、どうしても面倒くさいと。まあ、どうしても限界がどこかに残せてしまうんだろう、まあ、処理速度的にもっていうのが、まあ、あると思うんですね。で、そこで思うのがですね、こんなんだったらよくねっていう感じがあってですね、まあ、スパムのその件名と、それがスパムかスパムじゃないかっていうのが入っている基本データっていうのがもし大量にあったとしたら、そいつを取り込んでですね、勝手にパワーアップしてくれる、勝手にこの件名はスパム、この件名はスパムじゃないっていうのを勝手にこうパワーアップしてくれるですね、まあ、何かすごいものが、すごいブラックボックスがあれば、これめっちゃ良くないかっていうのが、まあ、思うところなんですね。でもこれって人間とやってることと同じじゃないですか。まあ、人間もあスパムだって思ったら、これスパムだって学習していって、スパムじゃなかったら、あ、これスパムじゃないんだっていうのを学習していく、まあ、徐々に学習していくんですね。ん、これ機械、まあ、これを機械でやるとして考えると、機械に学習させるということは、まあ、機械が学習するからですね、機械学習だっていうのが、まあ、分かるんですね。まあ、これ何を言っているのか、誰が言うのかっていう感じなんですけど、まあ、機械学習っていうのは、こういうところから、名前を言われていると。で、世間で AI と言われているものの正体がですね、まあ、先ほどのことを踏まえるとですね、こんな感じでモデル化することができてですね、例えばスパムメールの判定だったら、そのスパムの例えば件名を入力として、それが正解か、あ、スパムかスパムじゃないかっていうのが大量に入っている学習データ基本データですねを取り込んで、こいつがスパムかスパムじゃないかっていうのを判定できるものを学習させるモデルがある。で、それに対して、新しくですね、件名データ、お得な情報ですって入力すると、こいつはスパムだぞって学習した結果を出してくれると。まあ、これがいわゆる世間で言われている AI の正体であってですね、まあ、
まあ、なんていうの、ターミネーターみたいなことは多分、まあ、まだ実現できない、そんな、なんかすごいものはできないと思うんですけど、まあ、アルファ4だったりとか、あとはインダさんっていうのもこれと同じ考え方でおそらく、作られているものになっています。で、そこの方の部分の不思議なブラックボックスによく使われるものが、まあ、いわゆる機械学習のアルゴリズムって言われるもので、代表的なものとしてはサポートベクターマシンっていうものだったりとか、ランダムフォレスト、あとはまあ皆さん大好きディープラーニングっていうのが、まあ、多分聞く日聞かない日がないと思うんですけど、まあ、ディープラーニングっていうのがよく使われている。で、特にそのディープラーニングはですね、そのインプットとアウトプットを学習する能力が非常に高かったっていうのが、まあ、みんなの注目を集めたところであって、まあ、私の研究対象でも本当にディープラーニングのところが非常に、ディープラーニングを使った手法が本当に高い性能を示していて、本当にやっぱディープラーニングが騒がれているだけじゃなくて、まあ、本当にすごい技術なんだなっていうのが、まあ、なんとなくわかるわけです。で、ここでちょっと機械学習の方法、じゃあどうやって作るんだっていうのをちょっと解説していきたいと思うんですけど、先ほど学習データが表であるっていうふうにはちょっと言ったと思うんですけど、まあ、表データなんですね、学習データって。まず学習データを作らなきゃいけないんですけど、この場合って学習データのそのインプットのところ、入力情報って懸命で自然言語じゃないですか、お得な情報ですとか足の紹介ですとか、これってこのままだと機械学習に入力することができないんですね。なんで、何かしらの数値として表さないといけないっていうのをまずしなきゃいけなくなるんですよ。それがいわゆる特徴量抽出っていうものであって、この、まあ、お得な情報ですとか、明日の仕事についてっていうのをうまく表すといくつかの特徴量っていうのを数値としてまず抽出するんですね。で、まあ、これの手法はいろいろあって、まあ、解説はしないんですけど、バグオブワーズだったり、ワードスレックっていうのを、まあ、検索していただけると、このどうやって特徴を良化するかっていうのが出てくると思います。で、こういうふうに、まあ、いくつかのカラムで表される特徴を数値に表すんですね。で、この、表された特徴っていうのを特徴ベクトル、または特徴量と呼びます。で、それに対してそれがそのスパムかどうかっていう、正解か不正解かっていうデータを正解であると呼びます。で、その学習データっていうのは結局のところこの特徴ベクトルっていうものと正解ラベルの組み合わせになっているんですね、が大量にあるから学習データになるわけです。で、次にですね、まあ、このままでもいいんですけど、このままだと多分めちゃくちゃ精度が悪いんですよ。なぜかっていう と、この特徴量今 1,2,3,3 つあると思うんですけど、どれが本当にスパムかスパムじゃないかっていう表しているのかっていうのはわからないんですね、まだ。なので 1,2,3 のどれがスパムを正確に表しているかっていうのを、まあ、分析していらないやつは排除しないといけないんですよ。これが、特徴量選定といわれる技術になります。これ特徴量を選定しないとどんどん精度が悪くなっちゃうっていうのが、まあ、よく知られていることです。じゃあどうやってその特徴量、いい特徴量っていうのを選定できるのかっていうのと言うとですね、まあ、その相関値っていうのがあるんですね、世の中に。相関値っていうのは、まあ、関係が強ければ強いほど絶対値が1に近くなる、関係がなければ なさそうないほど絶対値が0に近くなるっていうようなことがで表される、まあ、数値なんですね。で、これ特徴量1,2,3を表してみると、例えば特徴1が相関値 0.5 だと、あ、まあまあ相関がありそうな感じ、特徴2が相関値 -0.9 だと、これめちゃくちゃ相関あるじゃん、負の相関がめちゃくちゃあるじゃん、絶対関係あるよっていうふうになるわけです。一方、特徴3は相関値 0.1 っていうことは、これ全然関係ないの。0に近すぎて。この特徴3は全然関係ねえわってなって、省く対象になるんです。なんで、特徴3をいらないので省きます。まあ、こうコーナーやって、やっと機械学習っていうことをすることができるようになるんですね。そういえば、このデータ形式、何か言ってないかっていうふうに、ちょっと思うんですけど。まあ、これ表形式のデータで CSV や SQL、 皆さん分かるように SQL のテーブルみたいな感じですよね。まあですね、まあ、結局その今までやってきたことって、まあ、機械学習全然関係なかったんですけど、機械学習で入力するって非常に重要だったんですね。なんで結局 AI エンジニアがやる仕事とか AI で非常に重要なことって、この表データを加工することが非常に重要なんですよ。
超暴論なんですけど表データを加工することがほぼもう仕事だと言っても過言ではないくらいな、僕は毎日表データを使っています。はい、ちなみにこの表データっていうのは、いわゆるデータ、表データっていうかデータフレームっていう名前で呼ばれます。で、このデータフレームといわれる学習データを、作った後ですね、特徴ベクトルの部分をと、その正解ラベルをその機械学習のアルゴリズムに入力することによって、その特徴量 と、正解ラベルの関係性を学習することができて、次は新しくですね、お得な情報ですっていう、入力が入ってきたら、それを特徴ベクトルに変換して、これスパムかスパムじゃないかっていうのを分類できるようになる機械が誕生するという、まあ、これが機械学習の大まかな流れになっています。はい、でここで主張したいことが一つあって、機械学習はその表データの加工、さっき言ったんですけど、特徴ベクトルの変換とか特徴量選定っていわれる、いわゆる表データの加工っていうのも意外と面倒くさい。学習するところよりもこっちの方がなんかむしろ面倒くさいレベルで面倒くさいんですね。で、まあ、ちょっとこれからドットネットのところが入ってくるんですけど、ドットネット言語や、まあその他の言語はやっぱ AI に利用しにくい原因の一端を担っていると僕はこれがですね思っています。まあ、これでちょっとドットネットと AI の話を、入っていこうと思います。 AI のプログラミング言語といえば皆さんやっぱそのこの2大巨頭 Python と R を思い浮かべると思うんですけど、まあまあ、なんでかっていうと機械学習のライブラリが、まあ、非常に豊富だからっていうのがありますね。いや待て待て待てとドットネットにもあるぞ、検索したらあったんですけどAコードか A コードかわからないんですけど、なんか C シャープで機械学習ができるライブラリがあるっぽくて、ちょっと似ている感じだと、まあ、この右側にできる機能がたくさんあるんですけど、もうめちゃくちゃいろんなことができると。イメージ、画像処理からオーディオシグナルや、まあ、ビジョンも、まあ、コンピューターションの画像処理ですね。まあ、そういうことはいろんなことができたりとか、まあ、識別化解析とかいろんなことができて、まあ、非常にすごいライブラリだと思うんですけど、さらにすごいのはですね、これドットネットスタンダードとモモに対応している機械学習ライブラリなんですね。ドットネットスタンダードとモモに対応しているということは、いや、どういうことだということは、こういうことですよ。こいつらで動くことができるっていうのは非常に面白いところなんじゃないかなって思ってて、ユニティと、まあ、ザマリンで使えますよ、この学習アルゴリズムがっていうことが分かるんですね。じゃあどういう時にこれ使えるかっていうのをちょっと利用しよう想定したんですけど、多分 MS も推奨している機械学習のパターンってこんな感じだと思ってて、 MS って今機械学習のアルゴリズムって Azure マシンラーニングでどんどんクラウドですね、Azure 上でマシンラーニングするやつでどんどんやってるんですけど、これはどういう利用形態を表して、利用形態を示しているかというとですね、クライアントデバイスから例えば音声だったら音声、文字だったら文字っていうデータをクラウドに送信する。でクラウドの中に入っている Python や SQL みたいな、まあ、学習セット、学習データや学習アルゴリズムで、こいつは AI 的にはこうだって判断した結果を HTTP で送信して返すっていうふうな、レスポンスとして返す。こんな感じで、一回機械学習を利用するごとに、ネットワークを HTTP 通信を返すよっていうのが、MS も利用している。っていうか、まあ、ほぼ全ての、最近のやつは、ほぼこういう利用パターンを示してるんですけど、やってるんですけど、もし超高速に機械学習の予測結果を取得したい場合、例えば、ゲームの AI とかって、AI の次の行動を欲しいときに、いちいち HTTP 通信したら、めちゃくちゃレイティシーが測るなんて、なんだこれね全然わかんないし、通信量やべえよみたいな感じになるんですよ。なんで、ローカルで全て機械学習を完結させたい。まあ、学習は別のところでやってもいいですけど、学習モデルに対して、次どういう予測をするかっていうのを、一瞬で入力して一瞬で返してる、全てローカルでやるっていうことを、ぜひやりたい。それが、アコードドットネットならできそうだっていうのがなんとなく、わかるんですね。なんでそういう利用形態があるんじゃないかなと思ってですね、ちょっとデモを徹夜で作ってみました。そうですね。まあ、ユニティなんですけど、今これアコードドットネットで送り込んでます。で、ATLS 機械学習ということですね。まあ、この学習開始のところを押すと、
学習、あの、中に入っているデータセットが学習されるんですけど、あ、ちなみにデータセットはですね、あの、こんな感じでですね、特徴ベクトルとしては気温と湿度の2つの特徴を入れて、入れたらそれが晴れか雨かっていうのを判定してくれるっていうようなデータセット、学習データセットがあるんですね。それを、今、スーパーハードコーディングを、ですね、こんな感じで、我が素晴らしき、我が素晴らしきデータベースを使ってですね、我が素晴らしいメモリー超高速データベースを使ってですね、やってるんですけど、でこれをちょっとユニティからやるんですけど、まあ、単純に機械学習してても面白くないんで、ちょっと、まあ、面白い爆発ボタンがあるんで、ちょっと爆発らしいですね。学習を開始してみるとですね、気温を入力し、これが晴れか雨かっていうのを判定してみましょう。今、まあ、43度、気温43度、いや、ちょっとね、気温5度とかにして、湿度ちょっと高めにして、ちょっと雨っぽい感じにしてみようと思って、こう、シリーズを。これに入力をします、入力します。入力すると、雨って判定されて、雨にとかになってます。で、あの、今度は晴れっぽいパターンメーターを入力しようと思って、晴れに。高すぎて高すぎて、3度になるんです。爆発音違いたいだけだったんですけど、まあ、こんな感じでですね、あの、まあ、ちょっとビジュアライズ機械学習みたいな、まあ、ちょっとつまらない機械学習もちょっと面白くなるんじゃないかって、まあ、あの感じになってちょっと面白い感じになります。でどういうデータかっていうと、こんな感じですね、あの10101が晴れで、0が雨を表していて、でそのに対応する気温と湿度の特徴ベクトルがガーッとあるような感じです。で、これをですね、あの、アコードドットエンドっていうのを使って、学習させているんですけど、まあ、ちょっと見つかりやらないんですけど、まあ、本当に通用できるので、非常にいいライブラリになっています。はい。これいるっていう話なんですけど、あの、まあ、何が言いたかったっていうとですね、機械学習って結局やっぱその表現の加工がとても面倒くさいんですね。学習するときも特徴ベクトルを抽出しなきゃ、抽出するために気温データを扱わないといけないし、新しく予測データを、この気温は雨晴れみたいな、新しく入力するときも特徴ベクトルを抽出しないといけないんですよ。非常に面倒くさくて、で、あの、まあ、ドットネットや先ほど言ったアコードドットネットっていう機械学習の手段がまあ用意されているんですけど、あの、結局アコードドットネットも入力は二次元配列で入力しないといけないんですよ。入力インプットはこんな感じで、で、まあ、その二次元配列にする時が非常に大変というか、結局この二次元配列加工したくないじゃないですか、こんなの。なんかもうちょっとクラスでラッピングしてほしいみたいな、まあ、そういう感じになるんですけど、 Python ではですね、あの、まあ、NumPy っていう、まあ、二次元配列を高速に演算するライブラリ、まあ、例えば、行列演算だったりとか、まあ、そういうのが非常に簡単に高速に動くっていう、まあ、ライブラリがあったりとか、あとは Pandas っていうのがあって、こちらがその CSV データみたいな、まあ、データフレームっていわれる表データを簡単に扱える、簡単に可能削除したりとか、平均を求めたり、相関値を出したりっていうのが一瞬でできる。世の中も、二大巨頭の、データ加工ライブラリが Python に存在するんですね。だからこそ Python っていうのは、まあ、非常に AI を作る上では、楽な、言語になっているんですけど、まあ、あのやっぱこれアコードドットネットを使うなら C# にもこういう機能が欲しいと、まあ、こういうふうに思うんですね。でなんで、まあ、C# で表データを加工する良い方法があればちょっとぜひとも教えてほしいっていうのが、あの、僕の願いなんですけど、まあ、ちょっと調べてみるとデータテーブルっていうのもあるっぽいんですけど、あの、まあ、二次元配列にエクスポートできなかったりとか、まあ、ちょっといろいろあるんだろうなっていう感じで、あの、まあ、やっぱつらみが深い。まあ、ちょっと最後にフォローして、その他のマイクロソフトテクノロジーの機械学習に取り組んでですね、ちょっと。いや、ちょっと見かせば、デジタルスタジオツールズ4 AI っていうのがあるんですよ。昨日言ってたんですけど。これ、あの、
CMTK というマイクロソフトが作ったディープラーニングのライブラリをですね、ビジュアルスタジオで一瞬で使うことって言っても、なかなかすごい面白い感じの拡張機能になってて、まあ、ぜひ、こちらに帰ったらリストしてみてください。で、CMTK の何がいいかって、C シャープのインターフェースがあるんですよ。なんで、例えば WP、ディープラーニングで学習したモデルをですね、Python を使って、WPF から使うことができるかもしれないっていうふうなことがあるんですね。なんで、CMTK も、まあ、もしかしたら、ドットループの機械集として使えるかもしれません。まあ、補足として Azure のマシンラーニングのチュートリアルっていうのが GitHub で公開しているので、もしこのセッションでちょっと機械学習や AI 開発に興味が出たと思ったらですね、まあ、ちょっとこちらのチュートリアルをやっていただければ、まあ、どういうことをやったらいいのかっていうのが、まあ、この先のことが分かると思うのでぜひ、見ていってください。まあ、まとめとしてはですね、ドットネット言語に限ったことじゃないんですけど、まあ、AI、そういうので AI を作るのって非常に修羅の道であると。で、あとは、AI はですね、インプットとアウトプットを大量に学習する機械であるというふうに、まあ、考えてもらえれば分かりやすく捉えれるんじゃないかなと思います。でも、もし AI を作りたいと思った時はですね、まあ、表データの加工が非常に面倒くさいのでですね、まあ、そういうのが使いやすく、最新のアルゴリズムを一瞬で実装されるPythonをですね、使いましょうというふうな結論で終わると思います。まあ、アコードネットを使えば、ドットネットでも全然機械学習ができるんで、ぜひ、下の道を振って、皆さんも Unity で機械学習やりましょう。はい、今のコードは、GitHub に上がってる、いや、上げてないですね。ちょっと、昨日、テスラ実装だったので、上げてもらえると、すごい嬉しいです。はい、なので、まあ、機会があれば上げます。はい、これで終わりかな。あと、実際を用意しなかった。はい、という感じでですね、ちょうどお時間になったと思うので、私のセッションは以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。